皆さんこんにちは、エスレッドです。今回の動画では非搭載になる一部の FP 選手の方を紹介していこうと思います。今回紹介するのは上から4つ目の矢印ですね。注目選手の大半は搭載されて引き継ぎ選手となるんですが、一部の選手に限っては非搭載となりスタンダード選手とランダムで交換されます。またこの非搭載選手は交換されてきた選手は最大レベルの選手としてチームに加入します。これらの選手を持っている場合は、絶対に捨てずにロックしておいてください。今回の動画も非搭載 ABC に分けます。まず非搭載 A の選手からどんどん紹介していこうと思います。1人目はアーセナルに所属していたチェフ選手になります。今シーズンをもって現役を引退しました。交換される対象になる黒玉の選手は、雷ではないゴールキーパーの選手ということになります。例えば手足提言選手だったりシェスニー選手ですね。あと6月に来ていたヨーロッパ月間の AFP チェフ選手の方も非搭載になる見込みです。2人目は金のセンターバックの選手、エリシント・ユスト選手になります。2月14日の週刊 FP で登場した選手になります。この夏にブンデスのマインツに移籍をし、マインツは非搭載クラブのため、エリシント・ユスト選手は2020では非搭載になる可能性は非常に高くなっています。交換対象選手は、パバール選手とかエリック・バイリー選手などになっております。3人目は黒の選手、コリンチャンスの FP で登場したエンヒキ選手になります。この夏に UAE の非搭載クラブの方に移籍をしました。そのため非搭載濃厚な選手となっております。交換対象選手はジューレ選手やユカエルナンデスのレベルマックス選手となっております。4人目は金の左サイドバックカネル・カフラン選手になります。この夏にオーストリアリーグの方に移籍をし、オーストリアリーグはウイレでは搭載されていないクラブなので非搭載になります。交換対象選手はルーク・ショー選手などなっております。次、ミッドフィルダーですね。セントラルミッドフィルダーのフェルナンド・ガイボル選手になります。こちらの選手は UAE の非搭載クラブに移籍をしたため、ウイレアプリ2020ではいなくなります。交換対象選手はアルトゥール・レベルマックスやジャン・レベルマックスとなっております。次に黒のセントラルミッドフィルダー、ギジェルモ・フェルナンデス選手になります。この夏にメキシコリーグに移籍をしたため、ウィーアプリ2020で非搭載になります。交換される対象選手はフレンキー・デヨング選手のレベルマックスやラキティッチ選手のレベルマックスなどとなっております。次に黒のオフェンシングミッドフィルダー、ロシアの月間ゴールから選ばれたマウリシオ・ペレイラ選手になります。この夏にオーランドシティというアメリカのチームに移籍をしました。元ブラジル代表のカカ選手が所属していたクラブになります。交換される対象の選手はエジル選手やフェキール選手となっております。非搭載 A の最後の選手はファンペルシー選手になります。こちらの選手は今シーズンをもって現役を引退したためいなくなります。交換対象選手はベルナー選手のレベルマックスやオーバメヤン選手のレベルマックスとなっております。次に非搭載 B の選手ですね。2月の中旬に来ていたオーバードスコー選手になります。こちらの選手は FP が始まってすぐ間もなく搭載された選手ということで、かなり持ってる方多いのではないでしょうか。こちらの選手は来シーズンブンデスのホッフェンハイムに移籍することが決まりました。ただこちらの選手は2019年の6月にデンマーク代表デビューを果たしています。デンマーク代表に選ばれたのはその1回きりなので、搭載されるかはちょっと微妙な状態にあります。持っている方はまだ捨てずに取っておいた方がいいと思います。次に非搭載 C の選手ですね。フェネルバフチ FP で搭載されていたメフメト・トパル選手になります。こちらの選手は6月の下旬にフェネルバフチを退団した後、来シーズンどこのクラブに所属しているかはわからない状態になっています。次にロシアの月間 FP で搭載されたマヌエル・フェルナンデス選手になります。こちらの選手も6月下旬にロコモティフ・モスクワ退団した後、去就がわからない状態になっています。なお今紹介した2人の去就未定の選手は通常選手では金玉として搭載されています。黒玉のゴールキーパーのアグスティン・オリオン選手、こちらの選手はコロコロの FP で搭載された選手になります。コロコロを退団し、今後どこのクラブに行くか分かっていないんですが、メディアの情報によるとこのまま引退をするみたいな報道も出ているようです。はい、ということで今回は非搭載になる可能性がある FP 選手の方を全て紹介いたしました。
非搭載選手の表も作ってあるのでスクショしてご自由にお使いください。それと最後別件で、フェルナンド・トーレス選手が8月23日をもって現役を引退いたしました。それで過去の動画でフェルナンド・トーレスが引退をしたので非搭載になるんじゃないかみたいな動画を出しちゃったんですが、これ結構微妙な状態にあるんですよね。というのも J リーグの夏の移籍市場が8月14日で閉められているので、フェルナンド・トーレス選手の引退は8月23日ということで、夏の移籍市場が終わってから引退をしたという選手は一旦ウィーアプリ次の2020でも搭載される可能性は高いかなと思います。持っている人は捨てずに残しておいた方がいいかなと個人的に思います。はい、ということで今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。